鶴ヶ海陸運輸株式会社は、福井県鶴ヶ市に本社を置く、物流事業者。鶴ヶ港における、港湾運送事業を核として、貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業などを展開している。鶴ヶ海陸運輸株式会社は、福井県鶴ヶ市に本社を置き、港湾運送事業や貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業を展開している。 総合物流企業である。鶴ヶ港における、港湾運送事業や通関業、倉庫業、トラック輸送といった貨物輸送のほか鶴ヶ市、コミュニティバスの受託やタクシー、貸し切りバスといった旅客輸送を手掛けるなど、地域交通の人役も担っている。鶴ヶ海陸運輸の椅エルガミを2002年から、鶴ヶ市、コミュニティバスの運行業務を2路線受託。 2020年現在、5路線を受託している。系統番号は10番。2002年4月1日、西日本 JR バスの廃止路線の代替として運行開始。当初の愛称、きらめき木の目号は沿線の木の目川に由来する。現在は、デマンドバスとして運行されている。系統番号は11番。 2002年4月1日、西日本 JR バスの廃止路線の代替として運行開始。当初の愛称、きらめき荒地号は沿線にあった荒地関に由来する。系統番号は9番。2009年12月1日からの運行路線で、温泉とはバス停の一つである、鶴ヶきらめき温泉にレポートを表す。系統番号は1番、8番。 2017年10月1日に運行主体の変更に伴い受託。ありがとうございます。